はい、じゃあ始まりました、ハイチのダラダラジオ第212回でございます。今回テーマがこれやりたくないなーっていうちょっと謎テーマなんですけど、でそれともう一個やる気の出る方法、ハテナね、これ大事なハテナだよっていうところを話していきますので、よかったらお付き合いください。現在ですね、午前3時です。何ちゅう時間に撮ってんだって話なんだけど、ちょっと子供の寝かしつけでね、一緒に寝てしまって、で、1時ぐらいに起きて、そしたら下の子も起きちゃって、寝かしつけて、今に至るっていう、そう。ちょっとテンションね、若干低めというか、3時テンションですけど許してください。はい。ということで行きましょう。で、今回も、ま、質問というか相談ですね。で、何か、ちょっとね、2、3週間前になっちゃって申し訳ないんですけど、最近ね、たくさんのメールいただいてありがたいんですけど、なかなかちょっと答えられなくて遅くなっちゃってるんですけど、やりたくないことって、生きていく中でありますよね。やりたくないことっていうか、モチベーションが上がらないこと。これ何のためにやってんだろうな、みたいな。まあ、もちろんね、勉強嫌いな方とかだと、いや、むしろこの勉強何のためにやってんのとかさ、因数分解？人生何に役立つの？みたいな。噛んだ。そう。英語知らないよ。英語使わねえよ、将来。みたいな。いろいろあると思うんですけど。まあ、それ勉強以外のことでも、なんかやりたくないことがあった時に、どうモチベーション上げたらいいですか？みたいな相談を結構もらってて。今、その辺に思うことを話していこうかなと思うんですけど、まずですね、まあ、何パターンかあるんですけど、自分の中で考え方ね。で、もちろん、自分も生きていく中で、まあ、32年も生きてるんで、いろいろあるわけですよ。で、仕事してる上でも、この仕事というか、今のこの時間って、仕事の何のためになってんだろうなって思うことってやっぱあるんですよね。で、じゃあどう考えるかっていうと、結局、まあ、自分がさ、やりたくねえなと思ったことっていうのは、やりたくないものとしても認識してるわけ。そっちの側面だけ見てるんだけど、やっぱり物事っていうのは多面的。いろんな方向から物事は見なきゃいけないと思ってるのね、自分は。例えば、一つのさ、自分の中の性格。ああ、ここ嫌だなって。まあ、よく自分が例えて出すのは、頑固っていう面を思うと、自分頑固だしな、ダメだよなって思うことはあるじゃないですか。もう頑固だと思う子はね。でも、頑固っていうのは、違う面から見たら、違う見方をしてったら、意志が固いっていう風に言うこともできるわけ。頑固って言われたらさ、ネガティブに感じるでしょ？なんか悪いことに思うじゃん。でも、意志が固いよねって言ったら、ちょっといい風に聞こえたりしません？だからそういったことで、物事やっぱ多面的に見る、まあ、解釈をするっていうことはすごく必要で。だから、やりたくないなって、これ何のためにやってんだろうなと思うことを、ちょっと違く見る。嫌なことという先入観を抜いて見てみる。この今やってることは将来というか自分の中で何かプラスになってるんじゃないかなっていうふうには思うようにしてます。で、仕事においてはすごくそれが多くって、自分もともとね、教師になりたくて大学に行ったんですよ。ね、教育学部に入ったんですけど。で、その時に、やっぱり教育学部って家庭教師のバイトとか、塾講師のバイトする人がすごく多いの。そう。で、自分は家庭教師個人でやってたんだけど、大学の時に。知り合いのお子さん教えたりとか結構してたんですけど、でも、一番長かったのは、俺、居酒屋のバイトが一番長かったんですよ。そう。焼き鳥屋さんですけど、頭にさ、ちょっと巻いてさ、よっしゃせーみたいな、やってたの。そう、2年ちょっとやってたんだけど。で、それなんでやったかっていうと、教育関係ないじゃん、きっと。関係ないんだけど、それね、ちょっと自分修行だと思ってそこのバイトしてた。何かっていうと、自分結構大声出すのが苦手で、声を張るのが。そう。で、やっぱ教師になったらさ、もごもご言う先生嫌いで、やっぱりハキハキ喋ってほしい。授業とかでも。そう。だからその時に、そういう、声の出し方というか、そういうテンションに持っていける自分をちゃんと作んなきゃダメだなと思って、で、やってたんですよ。そう、居酒屋をね。で、もちろん、最終的にはすごい楽しくてやってたんだけど、まあ、大変だけどさ、酔っ払いに絡まれるし、そう。でも、やっぱりそういう物事、全然繋がってないようなことでも自分のプラスになることっていうのは多々あると思っていて、だからもしみんなもね、今自分でやりたくねえなとか、なんでこれやってんだろうなって思うことがあった時に、自分とって、将来に繋がったら一番いいけど、物事が将来に全部繋がるってわけじゃないからさ、そんな都合よくできてないから。でも、なんかプラスになってないかなっていうのは、考えるといい。そう。で、それでも思いつかねえと、なった時には、自分が最終的に思うことは、やりたくないことを頑張る修行をしてんだって俺は思う、いつも。これは今でもそう、昔もそうですけど、そう、やりたくねえことを頑張る修行です。
なんでかっていうと、ちょっと前にさ、YouTube、あれ、好きなことで生きていくでしたっけっていう言葉がちょっと流行ったというか、ね、なんかありましたけど、好きなこと、まあ、前話したのがね、好きなことで生きていくってすげえ素敵なことなのね。素敵なことなんだけど、自分もそうなりたいし。でも、好きなことだけで生きていくとは違うんだよね。これすごく勘違いしちゃダメなところで。好きなことで生きていくっていうのと、好きなことだけで生きていくっていう。そう。好きなことだけで生きていくことはできないよ。基本的に。好きなことをやるために、好きじゃないこともたくさんこなさなきゃいけない。で、やっぱり、やりたくないこと、自分のモチベーションが上がらないことを頑張れない人っていうのは、信頼を勝ち取れないっす。基本的には。自分も信頼しないしないって言い方はあれだけど、やりたくねえだろうなって、人がやりたがらないだろうなって思うことを積極的にできる人、やっぱり信頼できるよね。これはこの人は、だって、やりたくないことを頑張れるんだったら、やりたいことに出会った時、その人もっと頑張れるよね。例えば、なんだろうな。会社とかだったら、トイレ掃除とかを積極的にやる人。やりたがる人ほとんどいないよね。そう。自分家のトイレ掃除ならまだしも。あと人がさ、ね、したものをこうやって、そのトイレを洗うんでしょ。でもそういうのを積極的にできる人、自分から。やっぱり、信頼できるというか、あ、この人が本気になったらもっとすげえんだろうなって思うし。そう。だから、こう、ちょっとね、いろいろ周りとか話してきましたけど、やりたくないことを、まあ、頑張る。世の中、自分が今生きていく中、みんながね、生きてきた中で、そういう場面があったかって自覚をするかどうかはわからないけど、でもこの先絶対ある。やりたくないことを頑張んなきゃいけないとき。例えば仕事とかだったらさ、全然逃げらんないわけ。やりたくない、やんない、やんない、とか。お前誰だよってなるでしょ。そう。だから、そういったところでどんだけ踏ん張れるかっていうところにもやっぱ繋がってくる話なので、最終手段としてはいつもそう思ってる、自分は。だからそう思ってしまえば、まあ、どんなことでもプラスになるよ。と思うから、俺はね。そう。で、解釈して、物事に当たった方が、自分は楽しいんだよね。楽しいっていうか、自分のためになってると思えるから。そう。自分のためになってないと思ってやることほど、今日カミカミだね。まあ、いつもだけど。実はね、やりたく、そうだね。そう思ってやることほど、つまんないことはないっつうか、まあ、もったいないと思うことはないので、かな。っていう感じでいます。自分はね、やりたくない、モチベーションが上がらないことに出会った時は、そういう風に考えるね。はい。で、もう一個、やる気の出る方法、はてなですね。これはですね、すっごくこれ、実写の方で撮るかも迷ったんで、まあ、後で撮るかもしんないけど、こう、やる気が出ません。やる気の出る方法を教えてください。とか、あと、まあ、今、すごく保護者の今年ね、なんでかわかんないけど、保護者の方からの相談すごく多くってですね、まあ、ありがたいんですけど、本当に。その自分の子供がですね、息子娘さんが、やる気が出ないと、受験生のくせにダラダラしてると、どうやったらやる気が出せますかっていう、ところがあるんですけど、まず、学生のみんなの方ね、やる気の出る方法を教えてくださいっていうのは、自分で見つけてください。っていう、すごいこう突っ張れる。はい、低評価、みたいなね、ここでね。なんでかっていうと、やる気スイッチなんてね、某塾が話してますけど、やる気スイッチを見つけるのは自分だって。だって自分でしかわかんないよ。やる気スイッチなんて。俺よく思うんですけど、もしね、みんなが好きな芸能人、まあ、好きな YouTuber さんでもいいんですけど、もしだよ、目の前でさ、なんとか、勉強頑張って、とか、勉強頑張れよって言ってもらったらさ、テンション上がるよね。やば、頑張ろうって思うよね。思うけど、それ、ずっと続く？何ヶ月も。なんとかに頑張ってって言われたから何ヶ月も頑張れるっていうところはね、ちょっと違うと思うんだよね。いや、わかんない。実際になったらわかんないけど。いや、1ヶ月は続くかもしんないけどね。そう。って思ってて。だから結局は、例えば、そんだけ大好きな人、影響のある人に言われた言葉っていうのは、ね、スイッチが一瞬入るけど、そのスイッチを入れ続けれるかどうかやっぱ自分次第。だと思うんですよ。で、まあよく自分が返すのは、じゃあやる気の出ない理由を考えようぜってよく言います。自分はね。やる気が出ない理由っていうのはそれぞれ違うと思うの。やってもしょうがねえって思ってるのかもしんない。ただ単に体がね、時間がなくて疲れてるかもしんない。何からやっていいかわかんないからかもしれない。人っていうのはやるべきことがはっきり見つかったら頑張れる。これをやれば伸びる。しかもそこに将来性。これを頑張ることで伸びる。絶対に成績が。って分かったら頑張るんだよ。でも何をやったらいいか分かんないとか。
これをやったやったとしても伸びるかどうかもわからない、将来ね未来が良くなってるかどうかがわからないとか、そういったところのなんだろう不安ってところが付きまとったりするとやる気がなくなったりするので、まずみんな自身がなんでやる気がないのか、やる気が出ないのかっていうところを探るのが一番なのかなと個人的には思ってます。そう。で、あともう一個、そのやる気の出る声かけの方なんですけど、まあ、いろんなね、あと親御さん、親子関係を今まで見てきて思うことですけど、やっぱり、特に中3、高3だとちょっと変わってくるんですけど、中学3年生のお子さんに、保護者の方ができる声かけはあんまり多くないのかなといった感じがします。高校生になると、やっぱり子供の、学生の方が、お子さんの方がやっぱ大人になってくるので、結構届くんですよ。親御さんの声も。でも、中学生のうちだと、なかなか難しいかな、といった感じはあります。じゃあ、なんだろう、指を加えてね、何もしないでいいのかっていう話になっちゃうんですが、自分がよくやってた方法はですね、まあ、ね、塾に入塾してもやる気出ない子とかいるんですよ。完全に親に入塾させられたことがいっぱいいるんで、いるんですけど、やっぱ褒めますね。褒めるし、褒め方をすげえ具体的に褒めます。お、頑張ったじゃん、取れたじゃん。いや、こんな浅い褒め方しないっす。前、この問題、なんとかの問題間違ってたけど、今回解けてんじゃん。見てみ、これって。お前、できるようになったな、って。すげえじゃん。それでやっぱり、あの時さ、こんだけ勉強したから、こんだけ練習したからできるようになったんだよね、って。っていう風に、具体的に頑張ったこと、それがちゃんと繋がったことを褒め続けるっていう。学生って大人が思ってる以上に言葉をちゃんと認識、言葉を認識するって言い方おかしいですけど、言葉の裏にある感情を読み取るのが上手いんですよ。だから、大人の方が浅い褒め方をしたら浅くしか伝わんないんですよね。そう。なので、自分は、まあ、個別指導だったってこともありますけど、すげえ細かく見るんですよ。そう。どういう問題で間違ったか、あの時この問題間違ったとかね、あの時こういう計算ミスをしてたなとか、を全部は、まあ、全部というかね、ある程度把握をして、で、つなげるっていう。結局、頑張ってよかったなって。頑張ったことで自分のプラスになったんだなって自覚を持たないとやる気にならないです、基本的には。どんな声かけをしても。そう。で、気分のムラがあるので、ちょっと頑張ってみようかなって思う時あると思うんですよね。そう。でも頑張ったけど、次の日ゲームしてるみたいな。次の日また LINE いじってるみたいなね。ありますけど。だから頑張った時、その時がチャンスですよね。そう、やってみて。で、すげえ無理に褒めると、あ、お母さん無理してんなとか、あ、お父さん超無理して褒めてるとか、バレちゃうんで、まあ、バレる、褒めるときのテンションとかも大事なんですけど、普通に褒めるって、俺普通の会話の感じで言うんで、基本的には。なんとかくん頑張ってねとか全然言えないんですよね、自分ね。この普通の喋ってる感じで、お前すげえじゃんみたいな。そう。あれ、これ、あの時できなかったのに、全然できてんだけど、すごくないみたいな。全然できてる。日本語おかしいですけどね。っていう感じではいますね。なので、保護者の方が何ができるかっていうとなかなか難しいところにはなるんですけど、でもやっぱ細かく見てあげる。あ、お父さんお母さん細かく見てくれてんだなっていうところを息子さん娘さんに感じさせてあげれるのは、まあモチベーションも上がりますし、安心感にもやっぱつながりますよね。親が見てくれてんだって。っていうところにはなるので、それの積み重ねなんですよ。で、結局すぐには変わらないので、自分の塾講師の身でも。そう。やる気スイッチなんてものは一瞬で入れられないんですよね。そう。すごい積み重ねでやっと入るみたいな。で、結局、やる気スイッチを入れるのは自分自身だとは思ってますし。っていう感じです。あんま参考にはならないんですけど、まあ、そんな感じのことをしてました。はい。すいません。超長くなりましたね。ごめんなさい。10分以内に収めようと思ったんですけど。まあ、といった感じでございます。はい。ということで、今回は、ハイチのダラダラジオ第212回。これやりたくないなっていうねテーマで喋らせてもらいました。今回もねここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。さあ次回もきっと質問に返すでしょう。はい、という感じでまあねまたね一応質問はね、まあ、募集してますので、質問とか相談ね募集してますので、まあ、全部にちょっと返せないんですけど、返せる分はねメールで返したりはするんですが、まあダラダラジオでまたね何か喋っていくので、何かあればぜひね送ってみてください。では今回はねこの辺で終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。いや、おやすみなさい。最後までご視聴いただきありがとうございました。
以前睡眠時間の動画を撮ってからなんか睡眠時間に関する質問結構もらうんですよね。で、自分専門家ではないので今本読んでちょっと勉強してるんですよ。なのでそれ読んでからまた動画撮ろうと思いますので、その辺はねちょっとお待ちください。では寝るね。おやすみ。